シャイフ・サフィー・アッティーン病は、イラン・アルダビール州アルダビールにある病建築である。2010年、ユネスコの世界遺産に登録された。登録名は、アルダビールのシャイフ・サフィー・アッティーン病の歴史的建造物。アルダビールにあるシャイフ・サフィー・アッティーン病が建設されたのは、1334年のことである。サファビー教団の教祖であるサフィー。 アッティーン・イスハーク・アルダ・ビーリーの息子であるサドル・アッティーン・ムーサーが父の死後建設を指揮した。この病建築には図書館、モスク、学校、貯水池、病院、厨房、パン工場やそれ以外のオフィスといった機能を持つ様々なセクションから構成されている。この病建築の様々な場所で8つの門で分離されている特色を持つ。8つの門とは スーフィズムの八つの行うべき態度を意味する。サファビー朝時代を通して、この病建築は増築されてきた。複数名のサファビー家のシャア及びハレムの人間がここに埋葬され、また、チャルディラーンの戦いを含むサファビー朝が行ってきた。戦争の犠牲者もここに埋葬された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ソース。 アニスコープレス、ワールドヘリテッジコミッティインスクライブスセブンカルチュラル、サイツ、オンワールドヘリテッジリスト、ユナイテッドネーションズエデュケーショナル、サイエンティフィックカルチュラルオーガニゼーション、ユネスコ .org、2010年8月2日、閲覧。シークソフィーアル、ディーンコナガシュラインアンサンブルインアーデビール、ユネスコワールドヘリテッジセンターハット、テロンタイムズ、 ツーモアイラニアンサイツアディットツーユネスコワールドヘリテージリストありがとうございます。